からね。ここまあ後ろ見てもらえば分かるんですけど、コースになってません。ただの広場です。はい、ということはエビサーキットの中でこの広場で練習できる、要はドリフトの一番最初の基本中の平常衛線か、まあ俗に言うこうくるくる回る練習、まあ当然それが名前がついてくるくるランドになったと。そしてまあ僕がいるっていうことは当然誰か生徒さんがいるということで、今日は生徒さんをお一人来ていただきました。小林さんです。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。ドリフトが好きだったんですが、なかなか車を購入するチャンスがなかったんですが、この間D2D のロケで本庄サーキットで、S14 がいいということで、加納選手が乗った、はい、赤の S14 を見て、はい、もう単純に S14 を購入して今回レッスンを受けに来ました。はい、なるほど。そしてまあ僕も要は指導するんですが、もう一人松井選手に。僕は今日は外から、小林さんの走りを見てチェックしたいと思います。はい、そしていつもの2人ですけど、2人は置いといて、ね、鬼教官の俺が小林さんを、短時間で、無理無駄無茶なく、上達させたいと思います。任せて。はい、まずは基本中の基本ですね。パイロンを1本置いた状態で、その周りをぐるぐる回ってもらいたいと思います。じゃあ行きましょうかと思いましたが、はい、はい、一つまず、まずポジションですね。はい、はい、基本です。ハンドルの上に手をこう、ハンドルの上に手をこう、手首を乗せてください。乗らないですよね、手首が。はい、はい、手首が乗らない。これだとハンドルを回してても、要は肘が伸びきっちゃった状態なんで、要はハンドルをしっかり、とにかくドリフトってグリップと違って切る量も多い、戻す量も多いんで、ドリフトをやるときにはグリップよりもちょっと背もたれを起こしましょう。はい、そしてクラッチを切ったときに膝が伸びちゃってます。はい、これもダメです。これもうちょっといつも前出しましょう。はい、クラッチを切って膝がちょい伸びぐらい、はい、こんな感じでいいですね。じゃあ右回りからですね。右回りから、はい、はい、ここで注意するのが、基本的には右回り、まあ右ハンドルの車は要は右側に目標物が近いところからやった方がいいですね。はい、行きましょう。今のは基本的にですね、カウンターの当てが遅いっていうのとアクセルが合わせきれてない状態ですね。これは一番最も初心者に多いパターンです。なぜ一周回れないかっていうと、はい、回り始めた時に目標物を見てはいるんですけど、はい、大きく円を描く時に多分ハンドル離してカウンターステアが当たってますよね。はい、これカウンターステアをまず当てなんで回る練習しましょうか。当てない。はい、なのでパイロンよりちょっと向こう側行きましょう。でこの状態で、はい、ハンドルを目いっぱい切る、はいはい、この状態でハンドルは一切離さない、はい、そのままこのまま固定にしてください、はい、で同じようにアクセルでクラッチミートして回る練習しましょう。はい、はい、行きましょう。そしてこっちは見ながら回りましょう。はい、ハンドルはそのまま、はい、でエンジンの回転数をちょっと低めにしましょう。はい、でハンドルをちょっと離しましょう。そうするとグリップ戻りますよね。はい、これで、とにかく同じところでハンドルに集中、要はハンドルとアクセルの両方を要は連携させるっていうのはなかなか難しいんですよ。はい、まずはこっちに要はアクセルだけ、こっちをとにかく覚える、はい、そしたらこっちが覚えたら手の方に意識がいった時にこっちは勝手にやると、はいはい、まずはこっち優先で、そのアクセルのオンオフ、はい、オンオフでその円をこう回ってみるっていう練習をします。はい、はい、車が外に逃げそうになったら内側に切る、はい、で車が内側に巻き込みすぎたらちょっとハンドルを離して外に逃がす、はい、これを繰り返しましょう。はい、いきます。はい、ハンドル、はい、内側切って、はい、
できました、はい、これができると結局永遠にいつでもどっちも回れるんですね、うん、はい。はい、続きましてですね、広場の最終形ですね、ある意味8の字、日本のパイロンで8の字を書いてもらえたと思います、今までと違って、今度は右と左の振り返しですね、振り返しもあるし、まあ、コーナーも逆なんでだいぶ難しいと思います。じゃあ行ってみましょう。曲がってハンドルを切り込んだ時に初めてアクセルを踏むと、はい、はい、戻しましょう。パイロン向こう見てるんですよね。とにかく常にこっちのパイロンを交互に目線、はい、まあ、もしくは首を振るっていうのを追っかけなきゃいけないんですよ、はい、1個目がうまくできた時に2個目に入る時には必ず2個目のパイロンの外れる外側から入るっていうのを意識しましょう、はいはい、今みたいに普通にこう8の字ありながら、はい、あ、いけるな、ハンドル切ってポンとアクセル踏むっていうとこからスタートしてみましょう、はい、そしたら次のパイロンめがけて外から入る、これをやってみましょう。はい、そして2に突く、はい、そして遠目に行きましょう。遠目から、はい、切る、待って、曲がり始めてからアクセル、そうです、はい、この向こう見て、はい、アクセル、はい、ここは頭、はい、次見て、はい、離して、アクセル踏む、はい、簡単出て、次こっち見て、はい、引き返す、はい、向こう見て、はい、外側からよっこらせ、はい、感じ、はい、でも分かりますよね、はい、大きく動かすんですけど回ってる時間が長いじゃないですか、はい、なのでその間に次のパイロンの目標物の外側に持っていこうっていう意識があるだけで、今もう普通にこう軽く8の字こうできるじゃないですか、はい、これなんですよ、はい、ちょっと目線が遅れちゃうと今みたいに巻き込みスピンしちゃったり、アンダーオーバーをちょっとやっぱ出し気味になっちゃいますから、はい、はい、さすがスパルタ先生、さすが、うん、でしょでしょ、ね、バッチリ、もう要は必ず、要はちゃんとできるっていう、うん、あのね、ポイントポイントがあるんです、あの狙わなきゃいけないところ、はい、見るところ、やる操作っていうのがあるんですね。でもそれが教えてもらえないとわからないじゃないですか、ただ漠然とアクセル踏んでただ回ってるだけじゃ何も覚えられません。でもちゃんとこうやってちょっとアドバイスすれば小林さんもちゃんとできるようになりました、バッチリということで、くるくるランドはここまでにしておいて、はい、じゃあ次のいよいよコースらしきコースなんですけど、でもコースじゃないっていう、上行ってみましょうか、はい、ウエルトランド、ウエルトランド行ってみます。